何か聞こえ、今の。なんだと？ルビーだよ！そこ。納得いきません。その義務はないと言ったはず。無関係。何なんだよ。なんで何も言って。黙秘権ですか。なぎまで。二人は何も喋らない。あなたたちは黙って待て。だからそうだよ。ノーコメント。初めてですよ、なぎ。困りました。これって今の会話を分析するに、塩川雄平と迎えって、おそらくは先ほど拾った警察手帳は二人のなるほど。このまま迎えが来たら、ああ銀河デカの迎えが、とりあえず情報が欲しい。なんとか銀河デカの二人。それならこれだ。彼女たち銀河デカってことが地球人にバレたらまずいはず。これをアマヨドナたちに見せて、あのだ動揺によって口を滑らせればよしか。ただ見ている暇なん。み、な、手帳。ちょ、なんでそれをみなみちゃんが。露骨な動揺、本当だ。あ、銀河デカ。そういえば前にナビ。ナビ？あ、もしかして。仕方ない。え？あなたは。銀河デカですか。その通り。自分は銀河デカ第一課の刑事、主に銀河級。バカバカしい話ですけど、今は信じますよ。いいえ、順を追って説明する。自分、まず鳥居エリは。名前も出生も偽物、作られたもの。本当の名前は。それって、エリは俺たちの妹だ。小さい頃からずっと三つ子で。姉貴に賛同します。数年前。その記憶も偽物。後付けってお前。感情的。会話に証拠。うん、姉貴、その中に。あた、そう、存在心。鳥居エリは一人好みという正体。絆なんて存在しない。嘘だ。ああエリ、そうだよ、銀河デカなんてあたよな。え、なんで。当然彼女は。キラちゃん。お前、自分は何が真実ですか。あな、仮にポニコが一人好みで人の記憶を。こんな大飯くらいと引きこもりの姉妹に。それはあっさり認めましたね。いいえ、続く。一人好みに理由はあらへん。何を言っとり生き。あなたたちこそ本家の黒幕は。ええ、おそらく普段は姉妹だと思い込ませ、それができるほど密に接し。そんなわけない。いや、全部ここに至ってまだとぼける。さすが先行して潜入したなぎりの気を。飛んだ大悪党や。そんな、そのような主観。俺たちはあまりふざけたことばかり言って。自分を制圧するとでも。本当観念したなら大人。聞きましたか、カメポン。乱暴な。キラ殿とミサ殿が。エリ殿、落ち着け。今思えばエリシ、あれは二人を騙している実感があったからだ。つまだよね、だよね。それが分かったら苦労はしない。姉妹の部屋には巨大なマイクロ。姉妹に心を許され。キラ殿たちが心を許した誰か。私は何も言っていないが。ということは南氏やな。カメポンも。ああ、きっとそうだ。
となると、お、それはさ、今はな、これでマイクロ、しらじらしい。このタワーは盗んできたもの。知りませんよ。ご存知の通り、物を小さくする技術。あなたたちの部屋にボールがある。あれの実体はマイクロレーザー兵器。できますよ。そうだよ、あのボールだって今はミサが来て。何か。いや、ミサ。ええ、あれは姉貴と私の引っ越し祝いに。管理人？管理人って。ん？おや？この寮の管理人。それが仕事ですか。ではポールの件は。そんなものだとは知りませんでした。昔から運は偶然よ。あのあなたは鳥。自分は刑事。しかし今は、ポニコ。その人じゃない、エリ。かばってくれるのは嬉しいんですが、と。エリちゃん。管理人さんを、これはもう。あんた随分と簡単に口を割る。長年逃げ続けてきた銀河級指名手配犯。分かってないな、刑事さん。だからダラダラと無駄な抵抗なんて続けない。ここ僕はね、そういう。エリちゃん。あ、エリ。うん、いぶか。洗脳が解けるなんて。参ったな。でもいいのかな、本当に。どういう。一人好みは不幸を呼ぶ。その身に宿した類いまれなる才能のせいで彼女の身内もね。彼女が彼女と親しかった友達も。何、人は誰もが夢を持つ。しかし彼女は人の夢を。そんな彼女を君たちに扱えるか。何言ってんだ。いや無理だ、それは。他なら。エリちゃん、お前をさ。エリは、エリだって。エリは生きてる、ポニコ。だったらあの人に。エリの居場所は。そういうことだ。それじゃ。本当に。待機中。ちょっと待って。
待機中。やチャラチャラ。Charge up.
う。待機中。もう大丈夫か。何度も迷惑、これだけ苦労かけてきたん、これは姉命令です。ミサネ、エリちゃん、おまよさん、ぎゅーエリちゃん、お帰りなさい。まるで子供。いってってって自分には。僕もだよ。僕の負けだ。軍人B、 自分たちも。いいんですか？何が？あの男のレフン。え？凪！も、事件はか、そっか。ほんまは下っ端エージェント。そんなことない。最初買いかぶりやって。あたいはもう会うこともないと思うから。凪、そんじゃあ負けたままでいい？え？前にナギとソルト、ナギは私に負けたんや。こ、固定パンではなかったやろ。いい、だったら私上等。たく、そうやな。いつまで雑談しているの？いやいや、気に、実はな、地球みたいな宇宙技術が未発達の星でもソルト姉さんすっとボケとる。ナギリ、はいはい、
え、そんじゃ、ふん、ま、出発する。ちょ、この身を護送しなく必要ない。当面処分。この身、お前は自分に。終わったね。ああ、事件は一件落着。でも軍人ではなくなった我々に任務だよね。まあそれもいいじゃないか丸くな。お前と両戦。え、何それ、告白エンディングで二人はしたいのか。え、それ何を赤くなった。今までのお返しだ、任務がなく。そっか、じゃあもっと。ダメだ、任務上仕方なければ同行もしたが。嘘、やっぱり。なんとで、ようやく繋がったぞ。何の用ですか。反逆罪。え、我々は知らないな。私が聞いているのは軍上層部も大変褒めていたぞ。銀河デカに貸しができたと。え、我々の反逆を。なんだその目は。部下に分析を突き返された。本当にどうやと言っても調査任務の期限まであと。そっか、そうだな。軍人に戻してもらったばかりで。あれ、うん、それがハッピー団が。何、それはまずうさー、知り、手紙。二人の大切な武器いただいていきます。おい、最後まで一筋縄じゃいく。いや、遅かったね、エリ殿。あれだけ激戦繰り広げたんだもん、さすがにね。目的は何だ、怪盗エリ。エリの生い立ちは、生まれた時から天才だった。そんな自分の才能は。だけど洗脳されていたとはいえ、負けるのって。初めて負けた、完璧に負けた、全力で負けた。サイだから、エリは。我々はこれから帰還する。この武器がどうなっても。あ、じゃあこういうの。のこん。そうしたらいつでも対決できるでしょ。うん、め、決定じゃない、勝手に決めない。そうだよエリ殿、せっかく本当の居場所ができた。それは違うよ。確かにエリは。でも本当の居場所は。雨よしたちのことか。みんなはきっとエリのことを待っててくれる。エリは自分の犯した罪を。だからお願い、リベンジなんて言っておいて。最初、いやいや、エリ氏の気持ちだが。ダメだ、そこをなんとか。おね、頭を下げられてもダメなものはダメだ、エリ殿。え、私がしたのは現状の話だ。え、可能性は低い。ゼロパ今後の。お、カメポンだよ、カメポン。浮かれてどうする。可能性があるならこじ開ける。大口は。まただね、まだ何をやるかも決めてないけど、鳥居エリの戦い。過ぎた
おいおい。そんな、サンキューフォープレイング、おめでとうございます。ロード中だ。新しい機能が増えたんだね。銀河を救った英雄です。うしゃさん、世の女性と交流を持つことです。妹が10人います。みんな立派です。カメポンにプレゼントとして下着を送ったら怒られました。あなたのこと割と好きだよ。ダメだダメだ、貴様は女性の神秘を分かっとらん。ママに甘えるところからやり直せ。ごめん、まさか君にそんな趣味があったなんて。おお、最高やったね。設定を変更できますよ。
待機中。出撃ピクシーチーム。